に立ちたいですよ。後輩はね、先輩の理不尽な命令を聞かなきゃダメ。さあ、お行きなさい。先輩？いつかまた会いましょう。宗七さん。ん？こういう時悔しいですね。私の力なんて何の役にも立たなくて。あ、さくらちゃんもそれからみゆちゃんも誰にも負けないみんなの役に立つ力を持っていると思うよ。その点からすると、俺なんかいざって時以外は全然役に立たないし、でも世の中はいざって時じゃないことの方が多いんだ。多分だけど、トーニャはさくらちゃんが作り出した空気とミュウちゃんの頑張る様子にすごく救われていたんだと思う。大丈夫、何もかもうまくいくよ。あれ、カリト？あら、すれ違わなかった？どうやら僕はお役に立てないようだ。失礼するよ。って言ってブラブラと帰っちゃったけど。いや、見かけなかった。そういや、ウラジミールさんは？夜に来る。いろいろと荷物を抱えてるから。あのさ、こんなこと聞くのは野暮かもしれないんだけど、ウラジミールさんは信用できそう？大丈夫。なんだかんだやり合ったりするけど、私は彼を信用しているから。そうか、それならいいんだ。そういうことでは。またまた焼いてるでしょ？焼いてなんかないない。焼く必要なんてないし。ちゃんと私の目を見てってば。昨日何か言いかけませんでした？私に。いや、いいんだ。また檻を見て話すよ。今がその時だってどうして思わないんですか？明日もしも私が死んだら。そんなことは言うな。言わないでくれ。そう思ってくれるなら、お芝居をもう少し続けさせて。もう少しだけ。
お願い。トーニャ、昨日言いかけた言葉を聞かせて。トーニャとスズと3人で暮らした時、トーニャに好きだと言われて、俺はトーニャのことをどう思ってるのかって考えたんだ。うん。スズもトーニャも好きだったから俺は混乱した。スズとトーニャを同じように好きなわけじゃないことも分かって、もっと混乱した。スズのことを考えると温かくなる、気持ちが楽になる。トーニャのことを考えると胸が高鳴る、苦しくなる。それって誤解しないでくれ。苦しくなるけど嫌いなんかじゃないんだ。大切な存在なんだ。それを伝えたかった。ごめん、やっぱ変なこと言ったかもしれない。私も言えなかったことがあるわ。え？私と妹のために泣いてくれましたよね。いや、それは俺泣き虫だから。確かに泣き虫です。みっともないです。男の子なのに、いい歳なのに。だけど嘘じゃない涙だってことは分かりました。それと気づいたんです。気づいた？泣いてくれたことが嬉しいってことに、羨ましいってことに。私はもしかしたら泣くことを忘れた時に、妹への純粋な気持ちも失っていたのかもしれない。そんなことはない。だってトーニャは、私自身が辛さや苦しさを乗り越えるために、妹がどんな目に遭っているかって想像から逃げて、あの子が幸せなんだと思い込んで。違う、それは絶対に違う。ありがとう。でも気づけたことが嬉しいの。だからお礼を言いたかった。ごめん。なんで謝るんですか。お人よしですね。でもだからお芝居のつもりがいつの間にか。強く抱きしめてくれますか。
報いですね。人間湯たんぽ？そんな感じかも。もう一回いいですか？俺でよければいつでも。あれ、送る。ごめんなさい、いろいろと準備してたものだから。すまん、邪魔したみたいだな。ウラジミールさん以外は揃っているか。一応付近の住民の方々には鈴くんの尽力で上沢山の温泉宿に避難してもらうことになった。宿泊費用はお頭あたりに工面してもらおう。なんでもない。まず何はさておいても、いろいろと皆さんに伝えておかなければならないことがあります。我々が入手できるだけの情報をここに集積しました。これがチェルノボグのデータです。チェルノボグがやってくるのはほぼ間違いなく明日です。侵入箇所は上沢市西港、侵入手段はヤーセン級の最新型原子力潜水艦だと思われます。潜水艦？この上沢市で見とがめられずに潜入し脱出するにはそれしか方法がありません。空も陸も自衛隊が即時に捕捉しますが、海だけは警戒意識が低いんです。というより最初から考慮の拉致外なんです。海上自衛隊が注意を払っているのは、上沢市から何らかの方法で脱出しようと船を出すような人間だけですから。いずれにせよ潜水艦を敵に回すわけではありません。それは安心してください。次にチェルノボグの兵装に関してですが、主要な武器はカラシニコフのショートバージョンです。弾倉は最大30発。威力という点では誠に申し分ありません。いや違うな、トーニャ。ウラジミール、リストのものは全部手に入った？人数分揃えるのは苦労したがね、同じサイズってわけにはいかないし。苦労かけたわね。それでカラシニコフじゃない理由を聞かせてもらえるかしら。
確かにこの手の場合の装備はカラシニコフって相場が決まってるわ。コーニャ、一つ大事なことを見落としているぞ。何？今回のあちらさんの作戦はな、殲滅戦じゃない、救出戦だ。キサラギスーという名の少女を救出するのが目的だ。そうね、カラジニコフでは無理ね。危険すぎるもの。危険って何が？ボーイ、いい質問だ。いいか、さっき言った通りカラジニコフは威力という点で実に申し分ない。だがそれが今回にかければあだとなる可能性がある。壁を貫通するか。おめでとう、トールボーイ。この校舎の壁はかなり頑丈にできているが、音速を超えるライフル弾を防御できるほどじゃない。紙くず同然だ。あ、でもよ、向こうの連中は俺たちがここに立てこもってること全然知らねえんだろ。だったらそのカラリパヤットってのを持ってくるんじゃねえのか。カラスニコフです。なんでここでインドの超マイナーな格闘技の名称が出てくるんですか、先輩の脳は。おいおい、リトルボーイ、僕たちは戦争をするんだよ。戦争をする際に必要な儀式があるだろう。宣戦布告さ。宣戦布告？ああ、それは俺も考えていた。相手に無駄に動いてもらう必要はない。キサラギスズが学校の校舎に残っていると、できればそう向こう側に伝えたかったのだが。それについては心配ご無用。向こうに伝える方法はちゃんとあるから。ともかくだね、チェルノボグは我々が校舎に立てこもり抵抗すると理解する。するとどうしたってカラシニコフを使うわけにはいかない。スズを間違って殺してしまうかもしれないからですか。ご名答、キサラギスズのダッシュおよび保護は今回の作戦の最重要任務だ。まさかキサラギスズを連れてまいりました、死体で、じゃあ予算どころじゃない。組織を解体されかねん。そうね、私たちが校舎に立てこもったという時点で彼らがカラシニコフを使う可能性は低いか。となると何を使うと思うの？ここから先は推測の話だが、 B ゾーンあたりが臭い。ビゾンって、イジマシビゾン、短期間銃の一種。ちょっと待って、写真あるから。あのさ、これって弾はどこに装填してあるの？これです。ほら、ここの懐中電灯みたいな大きさの、いわゆるヘリカルマガジンというもので、64発の弾丸が装填可能になっています。弾切れを待ってはいられんな。でもどうしてこれだと思うわけ？消去法だ。アサルトライフルやアサルトライフルを切り詰めたものは全部ライフル弾で威力がありすぎる。却下。拳銃ではいくらなんでも心もとない。これも却下。ならばサブマシンガン。そしてあの男は旧ソ連の勲章を未だ5章を大事に持っているほどの大変な愛国者であり、カラシニコフの信奉者だ。ロシア製以外の武器は絶対に使おうとしない。なるほど、説得力あるわね。ビゾンはカラシニコフと部品を共用しているから。あの男は年と外見に似合わず幼稚なところがある。すいません、あの男って誰？僕とトーニャをこの上沢市に送り込んだボスだよ。人工人用開発研究所所長。名前はわからない。ただ
彼のことは大体アチェーズと呼ばされていた。彼の話はどうでもいい。倒さねばならない敵、そう考えていただいて結構だ。そうね、倒さねばならない敵を。チェルノボグの他の装備は赤外線スコープ、サブウェポンとしてロシアの軍用拳銃、ヤリギナやサバイバルナイフ、グレネード、それから一個小隊クラスの人数であることを考えると、おそらくドラグノフを持ったスナイパーも複数名いると考えていいでしょう。スナイパーは厄介だな。後で言いますが、スナイパーの対策はできています。安心してください。それよりウラジミール、あれ持ってきてちょうだい。おう、ほら、愛しい君たちに愛の贈り物さ。はい、全員これを服の下につけるように。いわゆるボディーアーマー、女の子サイズは探すの苦労した。じゃあ我々も身につけるので、男の皆さんは外に出ていくように。俺は一緒でも構わん。わ、いや、なんでもない。意外に軽いな。最新式だからね、アメリカの製品は最高さ。あんたはいいのか。シャツの下に何も着てねえみたいだけど。まあ、僕は基本的に必要ないからね。タフネスなのさ。それにハリウッド映画の主人公に弾は当たらないさ。もういいよ。それでは作戦を説明しますので、男連中もとっとと席についてください。トーニャ、一つ聞いていいか。はい、ケイジロー君どうぞ。まあいい、聞きたいのは一つ。その作戦、ぶっちゃけで言うと勝率どんくらい？10割です。うまくいけばの話です。うまくいけば誰も犠牲にならず、下手をすればイオとスズさんくらいしか生き残れないという、そんな感じです。宗七君は最前線に立ってもらえますか。その死ぬ可能性はあります。たぬき娘一人が犠牲になってみんなが生き残るような作戦はないかしら。狐娘が犠牲になってくれればみんなが生き残りますよ。でも それだけは絶対にさせない、たとえトーニャでも。という頑固な如月くんがいるので、こういう作戦しか立てられないんです。まあでも
心にラブラブなんですけど、私は。落ち着け。無理だと思うが。ソシ君がソシ君よ。あんなこと言われて恥ずかしくないの？情けないとは思わないの？情けない自分は重々承知しているんだけど、俺がトーニャを責めるわけには。リーダー。では少々脱線してしまいましたが、今度こそ作戦を説明します。脱線させたのは誰？まず私たちをオフェンスとディフェンスに分けます。オフェンスはウラジミール、私、会長の3人、ディフェンスはスズさん、そしてイオ、それから上杉先輩とキサラギ君です。ウラジミールはスナイパーを相手にしてください。私以外で彼らの居場所を即察知できるような人間はあなたしかいませんから。ラジャッタロさん、私と会長はこの校舎内部で戦います。相手は建物制圧のマニュアルに沿って4人1組でクリアリングしながら動くはずです。遠距離戦ではまず勝ち目がありませんが、至近距離かつ一撃で仕留められるならば十分勝算はあります。努力するとしよう。イオンにはこのよいしょっと、携帯電話と小型の監視カメラを併用して私たちに相手の居場所を伝えてほしいの。4人1組で10組のグループを並列情報処理できるのは多分あなたしかいないから。うん、さすがにそれは私しかやれないわね。でも監視カメラなんて取り付けられていたっけ？取り付けるのよ、今からね。それから上杉先輩、上杉先輩はイオの声を注意深く聞きながら、スタングレネードです。操作はこのピンを抜いて放り投げるだけ。ピンを抜いた時点から4秒後に爆発します。まともに食らわせたなら相手を仕留めたも同然と思ってください。箱ごと持って行ってください。バカ力の上杉先輩なら軽いものだと思いますが。ああ、これくらいなら全力疾走できるぞ。何もしないように。わかった、何もしないね。で、ちょっと待ちなさい。私にもなんかやらせなさいよ。下手に揺れつかれるとうっかり背中から攻撃してしまいそうなので動かないように。
スーズ、スーズ、お前はあれだ。将棋でいうと王将、チェスでいうとキングで、お前が取られると俺たちの負けなんだから。さて、キサラギくん。キサラギくんはディフェンスと言いましたが、どちらかというと遊撃隊と言ってもいいかもしれません。何しろ私たちの中ではおそらく一番強いでしょう。え、俺が？能力を加味しての話です。キサラギくんの力は一応向こう側も知っているとはいえ、おそらく舐めてかかってきますから。その向こうに対しての報告もかなり雑でしたし、わかりやすく言いますと、向こう的には如月くんがちょっとどうでもいい存在になっているということで。だって仕方ないじゃないですか。あの時はその如月すずというものすごい情報があったんですから。宗七くん、子供じゃないんだから。ともかく各人の配置は校舎に監視カメラを取り付けながら考えるとしましょう。では作業開始。ナナミさん、映像をチェックしてみて。画像映ってない。あ、映った映った。キサラギくんの顔がアップで。宗七くん、変な顔。今どくからそんなに見ないで。OK だと思う。これでカメラは全部取り付けられた？俺の担当はこれで全部。お疲れ様。休憩してもいいわよ。食堂の冷蔵庫にジュースがあるわよ。ああ、ちゃんとお金も置いておくように。了解。人を殺した気分はどうだったかって？人殺すってどんな気持ちだったんですか？怖くなかったんですか？ああ、そうだな、そんな機会が永遠に訪れないことを願うが、一応教えておいてやる。ほら、正座だ、正座。あ、はい。人を殺すことそのものは
まああっけないもんだ。だがその時どんな気持ちかと言われても、怪我した腕が痛かったとか、蚊に刺されたところが痒かったとか、そんなことしか頭に思い浮かばん。だが大事なのは人を殺す前と後だ。劇場に駆られて殺した不慮の事故だった。こういう動機は殺す前はいいんだ、殺す覚悟をしなくて済むからな。だが後がいかん。殺した人間の心がまともなら一生後悔することになる。逆にだ、殺す覚悟をして殺す場合、後悔はしなくて済む。だが簡単にそう言っても、殺す覚悟ってのはそうそうたやすく身につくものじゃない。殺す前なら相手に殺されるという恐怖、相手を殺すという罪悪感、殺した後なら他にもっと平和的な手段はなかったのか、他にもっと上手いやり方はなかったのか、そんなことを考える。殺人という行為は辛く苦しく不意に首を締め付けてくる縄だ。だがそれでもなお人は人を殺さなきゃならん時がある。それが何かわかるか？大切な人間を守りたい時だ。弱い者を守る時だ。自分が殺さなければ見知らぬ誰かが、あるいは見知った誰かが傷つき死ぬ。それは自分が罪をかぶるよりもっとつらい。いいか、良一。人を殺さなきゃならないっていうのはどっちみちつらい状況だ。覚悟しろ。いいか、罪を背負う覚悟をしろ。殺される覚悟をしろ。戦う覚悟をしろ。そしてな、生き残る覚悟をしろ。ま、正直言ってた、人なんてあんまり殺すもんじゃないと思うがね、俺は。もう一つ、これよりお手軽で気楽な手段があるぞ。こっちは全然辛くない。どんな方法ですか？こっちは簡単だ。つまりだ、人を殺すときに辛いのはまともな心を持っているからだ。だからまともじゃなくなればいい。人を殺しても虫を潰したみたく何とも思わないように心を凍らせる。あるいは人を殺すことに快感を覚えるように心を煮えたぎらせる。まあもっとわかりやすく言うとだ、人をやめる。どこにゃ？
おーい、トーニャ。あ、キサラギくんですか。すいません、ちょっとそこで待っていてもらえませんか。一歩も動いちゃダメですよ。地雷を踏んだらダスビダーニャですから。どうしたんですか、キサラギくん。ここは危ないから来ちゃダメなんですよ。まあ、私が恋しくなって会いたいというのはよく理解できますが。ご名答。忙しいとは分かってるんだけどさ、つい会いたくなった。いや、だから、その、トーニャが恋しくなった。で、会いに来たんだけど。あ、なるほど。それは気がつきませんでした。トーニャびっくり。よかったら、座りませんか？それで、キサラギくん。ん？恋しかった私と会った気分はどうですか？ああ、すごく落ち着いた。そうですか。それは何よりです。でも、これからは私に甘えちゃダメですよ。だってほら、明日はお別れなんですから。腎臓病の亡命者は通例では厳しい管理下のもとに置かれるわ。もちろん人権に配慮した扱いは受けるけど、他国人との自由な交流は基本的に認められない。私が選んだ結果です。妹をサーシャを救うことができなかった私の。それは違うと言った。はい、この話はこれでおしまい。何ですか、キサラギくん、またそんな悲しそうな顔をして。さあ、私は来たるアメリカンライフをいかに楽しむかという計画立てに余念がありません。キサラギくん、あなたも協力しなさい。まず向こうに着いたら本場のハンバーガーショップを訪ねます。やはりアメリカといえばジャンクフード、ジャンクといえばハンバーガーですからね。そして一口食べてシェフを呼べって大声で叫んでやります。
して次はそうですね、ネズミが幅を利かせる例のアミューズメントパークに行きます。子供たちがネズミごときにキャッキャと喜ぶ姿を見て、カノ国の将来を憂えてやりましょう。まあ他にもいろいろありますが、きっと上沢市で暮らした日々を忘れてしまうくらい楽しいことばかりに違いありません。そう思うでしょ。どうしたんですか、キサラギ君。また泣きそうな顔をして。泣いているのはトーニーじゃないか。諦めが肝心なんです。諦め。トーニャ。はい。学園祭の後には体育祭があるんですよ。知ってましたか？あ、それは聞いてる。なんかすごく盛り上がるってことも。ええ、毎年怪我人続出、行方不明者多数を出す祭りと称した殺し合い。嘘！というのはもちろん嘘ですが、ま、盛り上がることは確かですね。
みんなで走って飛んで応援して騒いで他のみんなからはどう見えたかわからないけど、私もすごく楽しみました。それでですね、やっぱりラストはフォークダンスだろ。そうです、燃え盛る火を囲んでみんなで思い思いに踊って、私なんか13人に踊ってほしいって誘われたんですよ。いいえ、ちっとも焼いてなんかいませんよ。ムキになってる。ムキになってなんかないですよ。安心してください、結局その13人の誰とも踊れなかったんですから。どうして踊らなかったんだ？そんなにいたのなら、そのトーニャのタイプのやつがいたんじゃないのか？好みのタイプはいませんでしたよ。私はですね、ちょっとボーイフレンドに関してはうるさいんです。へえ。じゃあ、トーニャの好みってどんな男？私の好みはですね、まず背は私より高い方がいいですね。性格は優しい方が好みかな。動物を可愛がる男の子ならなおよしです。それから顔は、こんな感じなんです。ありがとう。
それじゃあ結局男子とは踊ったことがないんだ。ええ、結局イオと二人して踊っちゃいました。男子の誰とも踊らなかったのはちょっと心残りですね。如月くんと一緒に踊ったらきっと楽しかったと思いますし。そうだな、俺も楽しかったと思うよ。あの狐娘がキーキー叫んでいるのをバックに思い切りロマンティックに踊りましょう。で、それが狙いか。ダメダメ、結局痛い目を見るのは俺なんだから。しかも痛くなるのは主に胃腸、急性のストレスとかで。でも本当に踊りたかったかな。じゃあ踊ろう。ですか？ああ、今から踊ろう。今ならまだ十分に間に合うじゃないか。それでは改めて。ほら、如月くん、何か言うことあるんじゃないですか？それでは、トーニャ、俺と踊ってくれますか？さて、どうしましょう。あ、嘘嘘、そんな泣きそうな顔しない。はい、喜んでお受けします。3、2、1、それ。大丈夫。ほら、私に合わせて。笑う人間は誰もいないんだから、恥ずかしがることないですよ。如月くん、なかなか上手じゃないですか。
やっぱり離れたくない、お別れなんかしたくない。どうして、どうして。会いに行く。何年かかってもいい、何十年かかっても構わない。絶対にトーネに会いに行く。世界中どこにいたって探し出してやる。天国でも地獄でもトーニャがいるところに絶対にたどり着く。キサラギ君、もうバカね。だから待っていてくれないか。なんかプロポーズみたいですよ。ひどい男です、キサラギ君は。そんなこと言われたら100年だって待ってしまいそうじゃないですか。でも、ありがとう。世界のどこにいてもあなたにつながる鎖があるならちゃんと生きていける気がする。死ぬほど好き。明日絶対に生き残ろうね。そうだな、みんなで生き残ろう。ダメですよ、そういう時はですね、僕たちだけでも生き残ろうみたいな発言で特別扱いってことをアピールしなきゃ。そうなのかな。まあ如月くんはそんなこと言わないだろうし、言ったら逆に嫌いになりますけど。私はちょっとほっとした。戻ってきます。名前も変えて、何もかもを変えて、それでもあなたは待っていてくれますか。きっと会いに行く。たとえどんな障害があっても、君を取り戻してこの上沢市に戻ってきてやり直そう。
ちょ、なんで私がこいつと？いいからいいから、思い出思い出。はいはい、もっとくっついてください。いいよ、諦めろ。俺はもう覚悟を決めたぞ。はい、チーズ。うん、このままでいいのなら。それでは、はい、チーズ。キサラギくん、生徒会室に戻りましょう。もういいの？ううん、まだ1枚残っているけど、それは一緒に撮りたい子がいるから。え？私が？あんたと一緒に写真？一応言っておきますが、魂は取られませんよ。そんな迷信信じてないわよ。別に裏なんてありませんよ。単に思い出に残しておきたかっただけですから。うん、そう思い出せばどれもこれも楽しく懐かしい。なぜか醜い戦いの歴史ばっかり浮かんできますが、一応聞いておきたいんだけど、宗七くんも一緒だよね？無論です。ならいいわ。あ、私真ん中は嫌だからね。さてと、あ、会長すいません、私たちを取ってもらえませんか？わかった、押せばいいんだな。押すだけだな。自慢ではないが、この一の谷修玄、機械に対する扱いは左に出るものが存在しないと自負しているぞ。会長、それ本当に自慢じゃないから。ちなみに俺の右隣には桃子がいると思ってくれ。それじゃあ私が真ん中で、俺がこっちかな。はいはい、私がその逆っと。では撮るぞ。
如月君、私が去った後のことなんですけど。え、あ、うん、何？浮気するなって言おうと思っていたんですけど、例外を認めます。すずさんとだけは浮気してもいいです。ですね、すずさんのこと愛してますから。浮気じゃなくて本気になっちゃうかもしれないけど、それでも構いません。瞳子先輩、さくら、可能性ゼロですけど、ミユやイオ、むしろミユやイオより可能性がありそうな愛野くんとか会長とか、そんな人との浮気は絶対に許しません。呪います。でもすずさんとならいいです。すずさんはきっと、キサラギくんとしか幸せになれないし、私以外にキサラギくんが幸せになるのは、すずさん以外にいないと思います。だからね、私がいなくなったら、お二人で幸せになってくださいね。たぬき娘、やだ、なんとかなるわよ。何？その悟ったみたいな表情は。大丈夫です。あのですね、この戦いが終わったら私は亡命しますけど、いつか必ず戻ってきます。如月君、小指を出してください。約束ですよ。必ず会いに来ますから、幸せになっていてくださいね、すずさんと二人で。約束ですよ。約束するよ。絶対に幸せになってるって。すずも俺もこの町で平和に暮らしているって約束するから。それでもう思い残すことはありません。あとは明日みんなで戦って、みんなで生き残るだけです。そんなの、とっても簡単ですから。たの、じゃなくて、どうにゃ、指、出して。帰ってこなかったらこっちが探しに行くんだからね。私は宗七君と絶対に幸せに暮らしているんだから、見てやきもち焼くがいいのよ。約束します。私も絶対にここに戻ってきますから。全員携帯電話にこれをつけてください。ヘッドホンとそれから携帯用充電器です。全員この番号に電話をかけてほしいの。かけた番号はこのノートパソコンと連動していて。
インストール済みの通信制御ソフトで同時に通信できるようになっているから、イオはこのノートパソコンで各自の端末に切り替えつつ私たちに情報をちょうだい。監視カメラのディスプレイはどれがどれだかわかる？うん、昨日のうちにどれがどこに設置されているかは覚えた。ソフトの使い方も大まかだけどなんとかなりそう。ええ、この生徒会室が中央司令部になるから、イオがいないと私たちは盲目も同然。頼りにしているわ。私がいないとどうするつもりだったの？もちろん私が代役を務めたわ。ただ戦闘はすごく苦しくなったでしょうけど。なんだ、私がいなきゃダメだったんじゃない？そうね、本当に頼りにしてる。でも繰り返すけど、最優先すべきは自分の命よ。危なくなったら脇目も振らず逃げてちょうだい。分かってる。さてと、あとはウラジミール。オートマさん、向こうが源泉の通信回線を開いているかどうか試してみてちょうだい。ああ、もし開いていたのなら宣戦布告は俺からするかい？向こうは私や会長、如月くんがいることを知らないでしょうからね。あなたがお願い。了解。